土山城は、広島県東広島市八本松町吉川にある、日本の城石。四指定四石。天子市の侵攻により大内市の秋国支配拠点であった、鏡山城が1523年に落城。その後大内市は、鏡山城を奪回したものの、その防御力に不安を感じた、大内義隆は、鏡山城を廃城として、 祖状が城を築城、その後に本格的な山城である土山城を完成させた。そして1543年に広中高志法が土山城に入城した。この頃が土山城の追記年代として推定されるが、それ以前に鳥出規模の城があったという説もある。1551年の東高房の反乱により、大内義隆は殺害され、 秋国内の吉高派は土山城に立てこもった。秋国人で最有力の毛利元成は、東春方の命を受け、平賀高志穂のこもる頭崎城を落城させた後に、姿のりまらのこもる土山城を攻撃した。強行策では、被害が大きく、策を持って、城兵をおびき出し殲滅し落城させた。その後、城は、廃城となった。城は、 飛行260メートルの山頂を中心に東西400メートル、南北250メートルに及び、山頂の主角群など4つの車で構成されている。山は険しく、道は細くかなりの健常であったようで、二宮春日の覚書にも、先手の大将が負傷して兵が争って下山したので、後方にいた兵も引き返せざるを得なかったとの記述がある。ありがとうございます。